地方、中日ファン、森重にブチギレ、田島なんかに投げさせんな、立浪に代われ。2018年9月4日の対ヤクルト戦。救援陣が総崩れした中日は、9回に6点差を追いつかれて大逆転負け。試合後のレフトスタンドからは、球場を去る選手やコーチに向けて、すぞ、ボケー、などの暴言が飛んだ。また、森重監督に対しては、田島なんかに投げさせてんなおらー、立浪和義に代われ、立浪に代われ、などのヤジが飛んでいた。過度なヤジに不快感を示す声が出る一方で、ヤジの是非はともかく、中日ファンが切れる気持ちはわかる、との意見もあった。立浪に変わった結果。立浪に変わったおかげでみんな笑顔になってるもんな。与田も代打、三つ間とかでバカにされてたな。立浪になってよかったわ。やじった奴に今のお気持ち聞いてみたいわ。立浪が史上最低の監督になるなんて思わにゃん。親会社が一番のガンなのに目をそらしてるのかそもそも気づいてないのか知らんが、叩きやすいところだけ叩いてジャニオタと変わんねえなやってること。中日でも9点取れる時代があったのか。最近は立浪やめろばっかで選手は一切罵倒されてないんだよな。これは選手を守る名監督。中日の希望がまさか最大の闇だったとは。中日ファンもうおかしなことなっとるやん。森重なんか監督より GM 程度がお似合いだよ。今でも正田の岩瀬田の次期監督に名前挙げる奴がおるけど、選手としては優秀だっただけ、優秀だった人に、組織運営や指揮官の力量があると思ってるんだろうな。特に立浪なんか監督にしたらあかん人だとかなりわかりやすかったと思うんやけど。落合博満も同じこと言われとったけどな。立浪に代われといった奴のせいでこんなありさまに。現地はともかく南 J 含め、ネット上では立浪待望論なんてなかったやろ。就任発表された時も解説聞いて、やばそう、無能そう、昭和の野球思想って心配されてたし。2011、V 年より客入ってるんやから、球団にとっちゃ最高の経営アドバイスやろ。